こんな感じですね。で、あの、温まったら完成なんですよ。はい、僕です。ということでですね、今回ですね、もうテンションが上がっておりまして、もう何が上がってるかっていうと、テンションが上がってるんです。まあ、よくうるさいって言われるんですけども、このチャンネルうるさいので音量をゼロにして、見てください。今回はですね、しこじりでございます。あの、僕結構飲んでるんですけどね、やっぱね、夏のうちにやりたいのがあったんです。夏のうちに、夏が終わりやまないぐらいにやりたいの、そうめんチャンプル。僕ね、すごくね、そうめんチャンプル好きで、沖縄とか行った時も食べるんですけども、このそうめんチャンプルって作り方わかんないですよ。結構いらっしゃるんですよね。で、これそうめんチャンプル何が一番ね、いいかというと、このそうめんって夏しか食べないじゃないですか。そうめんチャンプルは夏以外でも美味しく食べられるんですよ、あったかいから。はい、なんですけども、そうめんをあの茹でてから炒めるっていう特殊な工程があるんで、いろいろね、あのコツがあるんで、それを、解説しながら最高の美味しいそうめんチャンプルやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まずそうめんですね。で、そうめんなんですが、これ一番重要です。手延べを使ってください。手延べそうめん、あの手延べそうめんの方が、腰がしっかりして美味しいので、特売とかのそうめんでやるよりは手延べそうめんを使っていただいて、あのイボの糸とか、あの島原そうめんとかをやった方がいいかなっていうふうに思います。あとシーチキン、沖縄の方はシーチキン相当好きだっていうふうに、あの現地の人が聞いてるんで、今回はもう向こうに習ってツナ缶使います。はい、そして具材なんですが、もう今回シンプルに玉ねぎ、人参、あとニラですね。はい、ニラ、はい、ニラすごい重要なんでね、ニラの香りをのせて、あとはね、調味料はシンプルで、お菓子はね、概要欄に書いてありますんで、すごい簡単ですね。じゃあ今からやっていきたいと思います。至高のそうめんチャンプルを作るにあたって、何が大切かというと、やっぱね、沖縄の風を感じたかったんですけど、ちょっと青森がなくて、沖縄、まあでもお通りやめよう。とにかくですね、まあ、今回このそうめんチャンプルなんで、そのまま食べても美味しいんですけども、やっぱ僕はおつまみかなと思うんで、飲んでいきたい。この夏の日に、夏の日の君に、ね、やっていきましょう。どうも、今日も京都で氷投入。あ、レモンサワーかな。あ、またこぼし、こぼしまくりまくりすぎですね。もう絞っていきましょう。これはですね、飲んでいきたいと思います。で、今回はちょっと旅の仲間がおりますので、一人でいつも乾杯するのちょっと寂しいのでね、皆さんも乾杯してください。あの、ちょっとうちのスタッフの鉄やじゃなくて達やいつも間違えちゃう。レモンサワー、沖縄の感じで、はい、沖縄を生み出すな。行きます。いや、一緒に旅行行ったからじゃあ、乾杯。ありがとうございます。あー、かー、うめぇ。沖縄の風感じますね。え、感じないね。感じませんです。感じない。ザンパ買ってこよう。まずお野菜から切っていきます。人参なんですけども、僕はね、皮むかないタイプなんで、はい、これをね、まあ、先っぽの方ですね、30g ぐらいの人参ですかね。で、これをね、スライスしていきますね。そうめんってすごく細いじゃないですか。あのそうめんと一緒にこの人参を巻き込んでいきたいんで、ちょっとね、細切りにしていきたい。僕ね、結構作ったんですけども、この作り方がね、一番美味しい。ちょっとね、千切りしていきましょうか。千切りはね、こうやって並べてね、もう一回切っていくとね、すぐ千切りになりますんでね。はい、もしくはなんか、あのしりしり器みたいなのがあったら、しりしり器使っていただいても全然平気です。あのそうめんと巻き込みやすいような感じのこう細めさにしていただくと、すごく一体感がね、生まれるんですけどね。これでもさ、俺疑問なの、そうめんチャンプルなのか、そうみんチャンプルなのか、どっちかね、僕沖縄の人じゃないと分かんないですけども、沖縄の方、そうみんチャンプルなのか、そうめんチャンプルって言ったらいいのか、そこら辺をはるか教えてください。コメント欄お待ちしてます。まあ同じような千切りに、していきます。玉ねぎですね。はい、これ千切りにしていきます。ニラですね。この茎の方をね、切っていくんですけども、ここで太いじゃないですか。太いんで、これね、ちょっとね、半分ぐらいに切ってあげると、他のニラと同じくね、あの柔らかいニラが食べられますんで、これで炒めるとね、あのいいですよ。はい、こんな感じでね。で、こっからはまあ普通に
ざっくりと切っていただいて、なんか4センチぐらいの感じに切っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあですね、炒めていくんですが、もうこの間にね、お湯沸かしといてくださいね。あのそうめん茹でるんでね、まずね、油ですね、小さじ2杯ぐらい、はい、はい、で火にかけます。そしたら人参と玉ねぎ先に入れちゃいます。人参も玉ねぎもね、あの火が通った方がね、あの甘みも出ますから、甘みが出て柔らかくなるんでね、最初にこれ火を通しておくのがポイントです。炒めていきますよ。でまあ細く切ってあるんで、もうすぐね火取っちゃうと思います。中火でやっていくと、人参とあの玉ねぎちょっと透き通ってくるんで、両方ともねさっと炒めていただいたら、ここでねもうね火止めます。火止めたところにあのね、もうねニラ入れちゃう。でこれでもう余熱でニラちょっと火通ってくんで、これで置いとく。はい、で次ねそうめん茹でるんで、あのこっからが重要です。そうめんチャンプルーの作り方で一番大事なのはこのそうめんの茹で方です。そうめんの茹で方は30秒です。そうめんって大体1分茹でとか1分半茹でじゃないですか。30秒茹でてください。もうこれから炒めるんで、炒めてる間にすごく柔らかくなってくるんで、30秒でほんとこれきっかり測ってください。もうバリ方ぐらい沸騰したところにそうめんを入れます。はい、そうめんはね、あの細くて柔らかいんでね、あのすぐね、馴染みますんでね。はい、これで30秒、あのね、これをね守んないとね、あのくったくたなそうめんチャンプルになりますんで、もうね、もう多分30秒もういい。もうこれであのザルいきます。ここ重要、あのやって流水さらします。まずでよーくですぐ、よーくですぐ、よーくですぎますよ、これよーくですいでください。はい、でこれであのこのね、あのそうめんの、ね、粉落とすんですよね。粉落とす。これがね、はい、こんな感じですね。はい、よーく吸いでください。そうするとね、あのもうくっつかないあのそうめんになりますので、よーく吸いでください。ここはね、いくら吸いだとしてもね、そうめんのコシなくならないんで、固めに茹でてるんでね。はい、よーく吸いでください。はい、そしたら、こう軽くです。軽く煮つけていく。はい、これぐらい。ちょっと水まとってるぐらいです。はい、そしたら戻ります。そしたら今火止めたあのちょっともう野菜がもう蒸されてるこのフライパンにもうそうめん入れます。そこにツナ缶、今火ついてないですよ、火ついてない、これ油ごと入れんの、ちょっともったいないね。ここら辺全部このツナの油とこの野菜から出た油全部こう火を止めた状態で絡ませんの。そうするとこのそうめんチャンプル絶対にね、あのこのそうめん同士でダマにならないんで、これまだ火つけてませんよ。おお、火つけないまま調味しちゃいます。白だし大さじ1杯、これ火ついてないです、まだ。お塩、小さじね3分の1、まあ、これぐらいかな、パラッと入れます。はい、で黒胡椒、もうここで振っちゃう、表3倍、これもう火つけないまま混ぜちゃう。そうするとねちょっと中身こぼれちゃうんでね。でこうすると味が全部均等に、で全部混ぜて、もうこれもそうめんチャンプルじゃないですか。でここで火つけるで、あの温まったら完成なんですよ。炒めない、炒めるとね余計にねこのねそうめんから水分出ちゃうんでちょっとパサついちゃうんですけども、温める感じです。これこの作り方がねいっちゃうまいから、ニラもシャキッとしててね。でシュワーっとなってきたらちょっと味見、そうめん温まってるな、味付け完璧だなと思ったら、食べなかったら塩してくださいね。これで器に盛ります。これね、まだね、あのそうめんの水気とかもまだちょっとまとってる感じです。白だしとかもね、白だしの水気とかも まとってる。これが一番うまい。これ分かります、このニラがまだ火が入りきってないの、このねちょっとシャキッと感が残ってるとこがすごく美味しいんですよ。はい、この最後にカツオの香りのせたい。あの白だしにカツオの香り入ってるんですけども、ちょっとカツオ節パラパラっと、こちらで至高のそうめんチャンプル完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。今撮ってるじゃないですか、そうめんがダマになってないですよね。ほら、こんなにホロホロに崩れるんですよ。ツナも巻き込んでいただきます。
うわ最高。これ2段シャキシャキ感がいいんだよね。で玉ねぎと人参は非常にね甘みを出してくれてる。カツオの香りと黒胡椒、そしてねそうめんがうまい。短めの茹で時間だからそうめん自体のねコシみたいなの残ってるんですよ。これだ。ツナ缶の油とねあのこの野菜を炒めた油と絡めたそうめんっていうのがねほんとほどけてねすごく食べやすいの。大根だよ。味変完璧に入社します。ほぼレギュラーのラー油です。ラーの油かけます。次が塩水、レモン水です。天然水です。めちゃくちゃうまい。これに辛みが入るとおつまみだねこれね。ちょっと達也も食べるよ。達也うまいね。キッションマジうまいよ。彩りがなんかめっちゃ綺麗ですね。綺麗。いっちゃってください。やばい。いただきます。まず外のままいただいてます。うまっ。すごっ。なんか。元にいけるじゃん。ニラのシャキシャキ感めっちゃ残ってて。そうめん自体めっちゃうまくない？うまい。うまいでしょ。麺うまっ。なんかこのぐちゃぐちゃしてなくてブチブチ切れてないでしょ。これ30秒茹での油からめの。ラー油いってます。ラー油ですか。ラー油と完全にレモンサワーの配下に置かれます。いけるでしょ。うまっ。完全につまみになってしょ。これやばい。これうまいっすね。ラー油結構マストでいい。ラー油うまいじゃん。今回ごま油とか入ってないですもんね。ごま油ね、あえて入れなくて、サラダ油ですっごいシンプルに作ってるんだけど、ここにね、ラー油のごま風味がね入ってくるとまたそれも食欲そそる。どっちもいける。うまっ。これ最高じゃん。進みますね。いや、美味しいっすね。でしょ。これはいいつまみなんよ。ういあと、もう一本残ってるね。もう一本残ってる、4本目。はい、ごちそうさまでした。うっす。ということで、皆さん今回のそうめんチャンプいかがでしょうか。今夏だと思うんですけども、これはね、秋でも冬でも季節問わない。だってあったかいんですもん。そうめんね、もらって困ってるとか、こうそうめん余ってるなっていう時にはね、こう最高に美味しいそうめんジャンプをこれ食べれますんで、ぜひ作ってみてください。青森があるとね、うちの哲也が全部飲んじゃうんで。それもうカットダメ。あんまりね、置かないようにしてるんですね。本当にラッパ使いましょう。ちょっとテンション上がるとラッパ飲みシールするんだよね。この間うちでスマブラやってた時も、テツラがテンション上がりすぎて、白いのラッパ飲みしてて、本当にだから危険なお酒は置かないようにしてますね。はい。でもこれは大丈夫です。ラッパ飲みされない。まあこれは全然使う感じでね、これはノーカットで